こと。今日は僕のパーソナルを導いていただけるということでゲストの方に来ていただいております。速くなった気がします。
あ、違う、なんか揺れる、あれ、あれ、収まんないボールが違うんだよ。
失速。スイングスピード速いのにボールのスピードが全然わかんない気がする。めちゃくちゃ楽です。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。いやもう全然違くてびっくりしました本当に、はい、僕自身の感想なんですけど、やっぱりスイングスピードが上がってる時とか逆に下がった時とか、あとはこうラケット自体のこのブレだったりとか、そのボールネットの上を通過してる時のスピードっていうのも全然そのグラム数によって違って、やっぱりこの1グラム2グラムっていうのがすごい大きいんだなっていう風に改めて思いましたね。実際にボール受けていただいた藤崎さんどうでしたか？そうですね、球出しの方のボールではその2グラムの方でやった時はボールの音、通過する音が一番すごかったっていうのが、球出した方の印象で、あと通過する位置もほとんど、一定だったので、おそらく落ちた位置も、一定だと思うんですけれども、球出した感じでは、その2つが、特に印象的でした。最後に、ちょっとラリーをさせてもらった時には、実はこの撮影前にちょっとアップで、やったんですけれども、その時に比べるとボールが下からしっかり突き上がってくるので、平均のボールの深さがもうほとんど深いところに落ちてくるので、やっぱりそれがもう明らかに最後の方はもう違ったなというのがもう受けた感じは強かったです。刺されるイメージでした。はい、刺されましたね。刺されました。痛かったです。めっちゃ刺されました。お疲れ様でした。いやいや、まだまだ頑張ります。実際の数値的にはどんな感じだったんですか？そうですね、2グラムトップ荷重など、まあ、だんだん、2グラム、4グラム、6グラムとやっていったんですけども、はい、ノーマルに対して、まあ2グラムトップに荷重した数字が一番安定した数字が出てまして、はいはい、まあ、ストロークに関してはさほどノーマルよりは変わりはなかったんですけども、ただコントロール性っていう部分がもう全然違いは出てましたし、スピン量がちょっとアップしてますので、まあ、安定した数字につながってるとは思うんですけども、特にサーブが特に全然変わってまして、まあ平均スピードの方がノーマルだと169キロ、まあ、これが平均で2グラム荷重ですと171キロって形で、平均でも上がってますし、特に何よりも最小速度がノーマルの場合144キロだったのが163キロになります。これすごいですね。これすごいすごい。これは一番びっくりして、特に落下する、ね、マウンドの箇所がすごく安定はしてるので、そうなんですよ。びっくりしたのが全部センター側にバンバンバンって思ったところに行ってくれたんで、それは本当にびっくりしましたね。あれもうエース級ですよね。そうですね。
っぱりコントロール性も特にアップしてる2グラム果汁、うん、ちょっと一番悪い数字を大丈夫かあるんですけど、まあエンドに4グラム果汁って一番やはり、はい、あのかなり苦痛な感じが、うん、そうでね、やりにくかったですね。まあスピン量とかはちょっと変わらないんですけども、うん、ただあのマックススピンの量がフォアハンドが特にプラス5って出たんですけども、ボールがやっぱ浅いと、あ前の推進力になってしまってるんで、このフォアハンドでやっぱ攻撃されやすい感じになりますよね。回転が勝っちゃってる。そうですよね、はい、トップが回りすぎてしまったと、多分見たら数字としては顕著だったと思うの、あと特にサービスがですね、スイング速度がですねマックス160キロって感じで、ノーマルと比べてもかなり遅くなってます。10キロで下がってますね、はいはい、フレームにこう当たってネットみたいな感じもありましたもんね。やっぱあのインパクトの場所もかなりバラバラになってる、はい、うん、まあ、ここで結構導き出されてくるのが、まあこちらのラケットの方なんですけど、まあ、アンストラングだと張ってない状態で、グリップテープない状態ですと、まあ、ウェイトでいうと平均ですとノーマルだと 310g、 バランスは 315mm なんですけども、今回導き出されたのがマチュー先輩のパーソナルスペックというのは、アンストラング、グリップテープなしの状態だと 312g のバランスが 317mm っていうのが、うん、パーソナルスペックっていうのが導き出されました、うん、はい、すごい、この 2g の差でものすごいテニスって変わるんだなっていうのを改めて感じましたね。マチュー先輩、たったこれだけですよ。これです。これだけです。いや、はい、本当にびっくりです。2g、2mm の奇跡ですよね、うん、そうですね、はい、これぞマチュースペックということで、はい、あとストリーニングはどうでしたか。そうですね、やっぱりこうブレっていうのが少ないのと、こう食いついてる感じ、うん、それをしっかり感じながら打つことができました。もうこれで、ね、あのプレミア中も完成できると思いますので、ね、はい、本日お届けしたいなと、はい、すごい楽しみだ、はい、もう試合いっぱい出よう、はい、頑張ってください、はい、期待してます。はい、はいはい、皆さんも、ご自身のパーソナルを見つけてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you! Out! くそ、グリップが滑る。汗が気になって全然集中できない。そんな方にはクイックドライ、従来のウェットグリップよりも約8倍の吸収率があるから汗をかいても安心。クイックドライグリップ。 This is amazing!